ベクシンスキーのシグネチャズジスワフベクシンスキーまたはゾディソワフベクシンスキーはポーランドの画家、写真家、芸術家。主に死、絶望、破損、敗退、廃墟、終焉などをモチーフに扱い、不気味さや残酷さと同時に荘厳な美しさを感じさせる画風が特徴。独特の世界観から多くの支持を得た画家である。作品自体は 大敗的で、終焉の画家と呼ばれるほどだが、彼自身は、人当たりがよく少し内向的で、人との会話をよく楽しんだとして知られている。だが、政治不信、マスコミ嫌い等があり、普段は隠居のように暮らし制作に没頭しており、他の芸術に触れることも嫌ったため、ポーランド語以外は話さず、ポーランドから出ることも生涯なかった。彼の作品にはべてタイトルがついておらず、 作品の理論づけや詮索を非常に嫌った。作品を描く際は常に大音量のクラシック音楽をかけており、どこに行くにもクラシック音楽を共にしていた。ベクシンスキーは作品をバロックとゴシックと技法を分けており、最後5年ほどに手がけた作品はほとんどがゴシックである。1990年以降はそれらに加えてコンピューターグラフィックスで 写真の加工による作品も手がけており、死ぬ間際まで関心を持ち制作を行っていた。ポーランド南東部の佐野区出身。少年時代にナチスドイツのポーランド信仰を経験している。祖父や父が建築関係者ということで、クラクフ工業大学建築設計学部に入学し、卒業後は建築業務で現場監督をするも不満を抱き、芸術の道へ進んだ。 1964年、初古典では、作品のすべてに、買い手がつき、すぐさまポーランドの代表的な近代芸術家として、認知された。当初は、抽象画を描いていたが、1960年代の、間に、独自のゴシック的で、シュルレアリスム的な、あるいは幻想的リアリズムと称される画風に移行する。1998年、妻が亡くなる。 1999年のクリスマスイブ、ポーランドの人気ラジオパーソナリティだった音楽評論家の息子トマシュ・ベクシンスキーが薬物の過剰摂取により自殺した。ベクシンスキーはトマシュの死との折り合いをつけられず、もし私がくたばった時に備えてトメクへと綴った手紙を壁にピンで留めていた。2005年2月22日、ベクシンスキーが 自宅で頭部と胸部を何度も刺され殺害されているのが発見された。死亡時には75歳であった。ベクシンスキーの長年の友人であり、生活の世話もしていた人物の19歳の息子が主犯として、そのいとこの16歳少年が共犯として後に逮捕された。借金の頼みを断られたことが犯行の動機と見られている。主犯の男には、 朝二25年が言い渡され、2007年に刑が確定した。大半のベクシンスキー作品を所有管理し、現在のベクシンスキー公式ギャラリーホームページも主催するピョートル・ド・モホフスキーによると、1990年代、日本でベクシンスキー画集が発売される以前に、トモホフスキーから59点に上るベクシンスキー作品を購入した日本人がいた。 その後に日本人は大阪で東欧美術館を開いたが、現在はすでに閉館されており、ドモホフスキからその日本人への連絡先も音信不通になった。しかし当時、東欧美術館から発行されたベクシンスキーの非売品作品目録は現存しており、確かにそれら目録の作品が日本に存在したのは事実だが、販売されたか保存されたままなのか、 2020年現在も行方がわからないままである。ありがとうございます。